新車どうよ。行かせてんだろ。あそこから右に曲がろうぜ。行くぞ。ちょ、ま、あ、あ、いった。あ。駅前で暴走したバイクが人混みに突入。頭から血を流した重傷の女性が行方不明のほか、軽傷を負った男女が不明とのこと。繰り返します。駅前で暴走したバイクが人混みに突入、重傷者1名、軽傷者数名。六麦先生、さっきから何を熱心に読んでいるんですか？ん？ああ、これね。ええ。この本。不器用な、それは？今度入ってくる少年なんだけど、発達性協調運動症という診断がついているんだ。英語で、ディベロップメンタルコーディネーションディソーダー。略して DCD。DCD。聞いたことないですが。あまり知られていないけど、発達障害の一つなんだ。簡単に言うと、体の使い方が不器用ってことだよ。入んない。例えば皿洗いのアルバイトなどをしていても、何度も皿を割ってしまうとか、力加減ができず相手に大怪我をさせてしまうなど。なるほど。とか言って私もよく注射器を落としたりしてますけど。でもその不器用さが普段の生活まで支障をきたしてしまうレベルでね。子供の頃だとボタンがうまく止められない、ハサミがうまく使えない、字がうまく書けない、体育の授業で飛び箱が飛べない、逆上がりができない、ボールをうまくキャッチできないとかでいじめを受けるきっかけになったり。確かに。あ、その話で思い出しました。布川教官が言ってたんですけど、体育指導で野球をやっていた時。一塁どうトノカイ、一塁は向こうだろう。わざと狙ったのか？違います。一塁に投げたのに先生の方に勝手に飛んでいきました。ああ、ひょっとしたらそれもそうかもしれないね。体が不器用なことで一番問題になるのは、少年たちが少年院を出た後に働くことが多い場所。建設現場とか肉体労働ですか？もしそこで体が不器用だったら、周りを見ずに柱を振り回し、同僚を危険な目に遭わせたり、いった一輪車で物を運んでいて転び積み荷を落としたり、その度に相方や同僚に何度も怒鳴られて、すいません、それで嫌になって仕事を辞めてしまう少年は多い。そうなると仕事がなくお金もなくなるので、再飛行の危険性が高まりますね。そう、だから身体面への支援も再飛行の防止には必要なんだ。今度入院してくる少年、名前は太田太というんだけど、彼は今回の事件以外にも力の加減ができずに友人に怪我をさせてしまった、そんな傷害事件の前科もあるんだよ。そういった少年たちは一体どうしたらいいのでしょう？それには専門家の協力が必要だろうね。大学の作業療法士の先生に来てもらって、少年たちに指導してもらおうと考えているよ。ここは不器用な少年たちが多いから、
通常の体育指導だけでは改善は難しいと思うんだ。